エレクトリカルエクスペリメンターは、かつてアメリカ合衆国で発行されていた月刊の技術科学雑誌である。ヒューゴー・ガンズバックが1908年から発行していたモダン・エレクトリクスの後継誌として、1913年5月に創刊された。当初はエレクトロ・インポーティング社によって発行されていた。1915年5月号からは新たに設立した。 エクスペリメンター出版からの発行となった。当初は無線に関する科学的な記事を中心に掲載された。1918年6月号からサイエンスインベンションという副題が付けられ、内容は一般科学、科学、機械学へと拡大された。1920年8月号からは正式に題名をサイエンスインベンションに変更し、 1931年8月まで刊行された。編集はヒューゴー・ガーンズバックが行い、フランク・アール・パウルが表紙や差し絵を担当した。モダン・エレクトリックスから引き続いて SF 小説も掲載された。ガーンズバックはこの雑誌で自作の小説をいくつか発表し、1916年の社説ではその名にふさわしい真の電気実験家は、 想像力と未来へのビジョンを持っていなければならないと主張した。ニコラ・テスラは1917年8月から1919 19年7月までの間に5本の記事を寄稿し、1919年には自伝の一部を数回に分けて掲載した。ありがとうございます。